2019年6月9日、香港逃亡犯条例改正案反対デモは2019年逃亡犯条例改正案への反対を目的として、民間人権人選の主催で2019年6月9日に行われたデモである。改正案の香港立法会での審議をめぐり、5月3日から24日まで民主派と県政派の間で議員の間でもみ合いに、 なるほどの激しい攻防があったが、政府は改正案委員会の審議を待たずに6月12日に第二読解を再開することを決定した。これにより、逃亡犯条例改正案の反対運動は5月末には社会運動に発展した。2019年6月9日のデモは反対運動における初の大規模なデモであり、同日には 香港のほか世界中で29の都市で集会が開催された。デモの後、政府は第2読会の予定を変更しないと発表したが、第2読会の予定日である6月12日に大規模デモが行われ、参加者が主要道路を占拠するなどした結果、審議が延期された。その後、6月15日に法案審査のさらなる延期が発表された。 デモ主催者の民人は6月2日に警察から不反対通知書を受け取り、9日15時よりドラワンのビクトリアパークの芝生から出発して、今週の立法会総合ビルまで更新することを許可された。民人はデモの主催にあたり30万人の参加を呼びかけたが、9日の14時までにビクトリアパークの芝生の8割がデモ参加者で溢れたため、 15時から40分前倒し、して14時20分にデモ更新を開始した。移行デモ隊は18時過ぎまでにビクトリアパークを出発し、22時に民人がデモの終了を宣言した。デモの参加者数は主催者発表では103万人、警察発表ではビクトリアパークから出発した時点で15万3000人、最も多い時点で24万人である。 主催者発表の103万人という参加者数は2003年7月1日香港デモにおける50万人を大幅に上回る数字であるが1週間後の2019年6月16日香港逃亡犯条例改正案反対デモでさらにこれを上回る数字が発表されているこのデモは世界中のマスコミから広く注目され10日にはニューヨークタイムズと ワシントンポストが一面でデモについて報じた。2019年2月、香港政府は容疑者の身柄引き渡し手続きを簡略化して中国大陸、マカオ、台湾にも刑事事件の容疑者を引き渡しできるようにする2019年逃亡犯条例改正案を提出した。改正案の直接のきっかけとなったのは2018年2月17日に台湾で起きた。 ハンアキラへ殺人事件である。殺人事件が香港で起きたものではなく、香港の刑法では殺人罪で訴追できなかったため、逃亡犯条例の規定で中国大陸やマカオが除外されていることが抜け穴であると香港政府は主張した。改正案が成立した場合、香港行政長官は事例ごとに引き渡し要請を受け付けることになる。要請を受け付ける容疑には、 殺人罪の他には、贈収賄、入出国審査官に対する詐欺など7年以上の懲役刑が科される可能性のある犯罪が30種類以上含まれる。また、中国大陸などから要請を受けて、資産凍結や差し押さえを行うこともできるようになる。改正案の香港立法会での審議では4月3日に、第1読会を通過した後、5月3日から24日まで、 法案委員会の主席選出をめぐって民主派と憲政派の間で議員の間でも見合いになるほどの激しい攻防があったが政府は改正案委員会の審議を待たずに6月12日に第二読解を再開することを決定した改正案の提出直後より世論は香港の裁判権の独立性に悪影響を及ぼすと危惧し香港法廷弁護士協会 香港事務弁護士協会、キリスト教の協会などが中国大陸への引き渡しを盛り込む改正案への反対を表明した。民間人権人選は3月31日に1回目の反対デモを実施、主催者発表で1万2000人、警察発表で5200人が参加した。4月28日に実施された2度目の反対デモでは、主催者発表で13万人、 警察発表で22,800人が参加したデモが実施された。その後、世論の盛り上がりを見た民人は6月9日に3度目の反対デモを実施することとした。2019年5月29日、デモを主催する民間人権人選は警察代表40名との会議でデモの更新ルートなどについて議論した。民人が提示したルートでは、 ドラワンの東角道から更新する予定だったが、警察はそれをビクトリアパークに変更することを要求した。また、更新ルートの軒西道は4車線と香港トラムの線路があったが、警察は更新ルートを3車線に制限し、必要に応じてトラム線路も開放することを要求した。これに対し、民人は4車線とトラム線路を全て開放する。 必要があると不満を示したが、警察は折れず、民人の代表は警察の決定に抗議して会議の途中で退席6月1日までに再度打ち合わせを行うよう求めた。警察は6月2日にデモへの不反対通知書を発したが、この通告では警察側の要求が決定事項として盛り込まれており、デモ行進のルートが ビクトリアパークから始まり、車線についても3車線しか開放しなかった。警察発表では、東角道と比べて、ビクトリアパークの芝生の面積が大きいため、ビクトリアパークから出発した方が安全であり、また4車線すべてを開放することは、交通に極めて大きい影響を与えるため不可能であるとしている。六月七日と八日には、政治家の主外的、要末園。 パウルス・チン・メルマン、コシイが、香港島と九流で自転車を利用したデモ行進を行い、逃亡犯条例改正案への反対を改めて表明するとともに9日のデモへの参加を呼びかけた。また、甲子越、劉康氏、陽一郎、スシ、周ウ・光、新ロ明、孫、赤月嵐・両霊・カなど多くの人物が動画を発表し、 逃亡犯条例の改正が香港における人権と自由に悪影響を与えるとしてデモへの参加を呼びかけた。ビクトリアパーク甲子市道東四角道霊都道県西道根州道夏道立法会総合ビルデモ更新のなされた街路と支店終点根州駅の3番ホーム。デモ参加者で溢れており平均で8、9本目の列車になってようやく乗れるという状況だった。 デモ更新の期間中には、港島線のドラワン駅、天光駅、中間駅、湾線の坂深く駅、チムシアッツ駅が、ラッシュ時以上の混雑になり、改札口が一時的に閉鎖されることとなった。また、天光駅では、ホームの混雑により停止せず通過する列車もあった。香港駅と中間駅を結ぶ、地下通路もデモ参加者で溢れた。17時には、放題山から、 ビクトリアパークまで徒歩でしか進めず、デモ隊が北隅の電晶街まで長蛇の列をなすほどだった。香港島の対岸にあるスターフェリーピアでもフェリー乗り場に並ぶ列が香港スペースミュージアムまで伸びた。深海においては多くのバス停で長蛇の列ができていた。内元明から天候に向かう路線バス968番では、並び始めてから11から12便目のバスになって、 ようやく乗れるというありさまだった。デモ行進は、ビクトリアパークの芝生を起点とし、甲子移動、霊富移動、伊江街、なや市し富街、のきに道、根主道、楽霊街、夏道、天日道を経由して、天日道にある立法階層合尾料終点としていた。行進が始まる時間は15時の予定だったが、ビクトリアパークの芝生が、デモ参加者で溢れ、 倒れる年寄りが続出したため、民人は警察の求めに応じて、更新を40分前倒しして14時20分に開始した。デモ隊の戦闘には、搬送中と書かれた巨大な懸垂幕が、民主党初代主席の李忠明、元立法会議員呉もやぎ、貧家日報を創刊した、はじむともひれ、歌手の南民氏と、公用名により掲示され、搬送中、鉄悪法。 はやしてしただのスローガンを叫びながら行進し、両側に立つ市民は拍手してデモ隊を歓迎した。一方の起点ビクトリアパークでは警察がサッカー場の解放を拒否したため、デモ参加者が園内で道を塞がれ看板にしか進めなくなり、結局デモ参加者が回路と騒ぎ立てた後警察が折れてサッカー場を解放した。更新ルートの両側にあり、 ルート自体から外れる道路である、東外、霧砂地外、砂殿外、リエン参道、ペルシャ富街でもでも参加者で溢れ、それぞれが赤色の背景に黒文字で、搬送中と書かれたプラカードを持って、林低月が下多大のスローガンを繰り返した。人数の多さにもかかわらず警察が、すべての車線の解放をカくクに拒否したが、 やがて17時頃に解放した後は、軒西道の車線全てがデモ参加者で溢れた。他にも保安局長のリノエ長や立正市市長のテ和マの辞任を求めるスローガンもあった。デモ行進は、その後、22時頃まで続いた。デモ行進の終点近くの夏道では一車線しか解放されておらず、デモ参加者の一部がそれを理由に、今週で止まって前進を拒否した。 19時過ぎになって、デモ参加者数人が夏道の選挙を試みたが、失敗、警察1名が、唐辛子スプレーを使用するという事件が起きた。20時33分に、立法会総合ビルの駐車場前に座り込む、香港州市の船員。その後、警察により2時半頃に一人ずつ運び去られた10日の午前2時過ぎに、雰囲気外から、杉下道の車線に出て、 ゴミ箱やバス停標識柱などをバリケードとして用いた、様子20時33分、香港州市は、立法会総合ビルの駐車場前に座り込み、デモ参加者に、と再立法会を呼びかけた。また、政府に対しては、保安局長のリノ家長と、行政長官の林定月がとの会談を要求した。その後、警察により10日の午前2時半頃に一人ずつ、連行された。 また9日の23時には政府が逃亡犯条例改正案の第二読解の予定を変更しないと発表したためデモ参加者の一部が立法会総合ビルの選挙を試みた。これに対し機動隊が唐辛子スプレーと警棒による鎮圧を試みたが警察1名が警棒で殴られるという事件も起き合計では警察3名と無線電子のカメラマン1名が負傷した。 そして、警察は、デモ隊に違法デモへの参加をやめるよう警告した後、デモ隊より一方会近辺から追い出した。デモ隊数百人はすぐに、龍和道に移って、バリケードを設けたが、警察の特殊戦術招待により分断され、西の中間と東のワンチャイノに方向に追いやられた。東側のデモ隊は午前2時過ぎに雰囲気外から、杉下,下道の車線に出て、 ゴミ箱やバス停標識柱などをバリケードとして設置し、一方西側のデモ隊は、天馬公園からセントラルフェリーターミナルまで追いやられ、フェリーターミナルで休んでいた記者も追い出された。この時、立場新聞の記者が取材中に、警察からとののしられ、記者であると身分を表明した後も警察用の盾で、押されたり、カメラにフラッシュを向けられたりしたという事件が起きた。 さらに警棒で指さされつつ、不要吐く、おさむと命じられたほか、警察一名が、記者のカバンにある、ボトルウォーターを武器であると主張して、捜査を要求した。香港記者協会は、警察の行為が、取材権の侵害であるとして抗議した。現場にいた記者は後に、このような取材の経験は、新鮮側の北ではよくあることだが、まさか香港でも、 このような経験をするとは思わなかった。そして、おそらく、今後も、頻繁に起こるだろうとの感想を述べた。西側のデモ隊を追いかけていた警察は、香港駅の人道橋まで前進した後、フェリーターミナルで、デモ隊の一部を押し倒して逮捕した。東側のデモ隊については3時頃より、杉下,下道の旧ワンチャイ警察署近くで包囲されたが、その間に、 デモ参加者2名が倒れて病院に運ばれた。また、逮捕する前に、デモ隊に、帽子やマスクを外すよう要求して、上司になだめられるという事件もあった。そして、警察は4時に放したデモ隊358人に、対し、違法デモに参加した疑いがあるとして持ち物検査を行い、デモ隊の写真を撮影した後釈放した。その後、 ID カードを持っていないことを理由に逮捕されたデモ隊1名を除き、6時までに全員が釈放された。デモ参加者の人数は、主催者発表の103万人と、警察発表の24万人の間で大きな、隔たりがあった。そのため、ロイター、BBC ニュース、コロンビアジャーナリズムレビュー誌、天下雑誌、香港フリープレスは報道で、多くの統計法に言及した。 香港ではデモに参加した人数が議論になることが多く2003年7月1日香港デモに関する香港伝来の報道では主催者発表と警察発表の人数に常に数倍の差があるとしているこれらの2つの発表の間をとって実際の人数を概算する人もいる一方香港大学と香港中文大学の教員で 構成される研究グループによる計算結果では主催者発表にかなり近い数字になったという。過去のデモでは人の手によって参加者を数えていたが2019年6月9日のデモでは人工知能による参加者数統計が香港で初めて用いられより客観的な数値となることが期待された。例えば、貧化日報が人工知能を用いた統計では のきに指導と馬指導の交差点を通ったデモ参加者だけで少なくとも51万7000人はいたという。この数字は2003年7月1日香港コンデモの参加者数を超えているが、前室の交差点を通らず近隣のラック活動や少子、厚道を通った参加者、ワンチャイからデモに参加した者が含まれていないため、実際の参加者数はさらに多いとされる。他にも、 元立法会議員のよ末園は86万から138万人と計算した。元経済学教授の雷、かなえなるは、デモ隊の隊列の面積を約5万平方メートルとして、これに1平方メートルあたり3.3人という密度をかけて、さらに終点の人数を数えて、合計で18万7千人から21万2千人としたが、 これに対しテキサス州立大学の地理学准教授は正しい面積は14万8000平方メートルであると指摘した。またビッグデータを利用してデモの関連キーワードのトレンドを追跡した結果6月8日には48万7000人から75万4900人という予測が出された。そしてこれらの計算と比較し警察発表の人数があまりにも 少ないことから、た志し申請という警察発表をやゆする造語が生まれた。このように、統計の大半は6月9日のデモの参加者数が2003年7月1日香港デモの参加者数を上回ることを示し、香港におけるデモでは64天安門事件に関連した1989年5月28日香港デモに次ぐ、 史上2となったが歴代1位であった1989年デモの記録はこの6月9日のデモからわずか1週間後の2019年6月16日香港逃防犯条例改正案反対デモで破られることになる。デモ参加者数に対し民主党はデモの参加者数が100万人に上ったことが市民の怒りを示しているとの見解を表明して 林定月がに責任を負って辞任するよう要求した。公民党は、声明を発表し、デモ集会が平和だったにもかかわらず、政府が公慢にも情報を拒否したため、デモ参加者を怒らせて、衝突を引き起こすとなったと述べ、公民党党首、洋楽橋も、今回の法案改正には緊急性がないにも、かかわらず、強行採決に踏み切ったことは論議に反するとの、見解を述べた。 また、正常に機能している政府が、このような大規模なデモに直面した場合、必ず前向きな回答をするものであるとも述べた。一方、県政派の一員で、約20万人がデモに参加したという数字を出した、雷、カナえなるは主催者発表の103万人を、部、用老と呼気を下ろした。政党以外では、帝京官が6月9日のデモを、 香港人による、林定月が率いる香港政府への103万票の不信任票として掲揚をした。中国共産党の機関紙、環球時報はデモ隊が西側諸国と結託していると主張した。一方、ボイスオブアメリカによると、中国の国営放送は主催者発表の103万人などの統計にわざと言及せず、警察発表の24万人という過小な数字や、 親友とも派の70万人が改正案を支持しているとの主張のみを引用して、香港返還以降で最大規模のデモというインパクトを薄めようとしたという。デモ自体に対し2003年7月1日香港デモと同日にデモ隊側に寝返った自由党の名誉主席、滝田春は、県政派が選挙で大敗することを憂慮して政府に改正案の撤回を呼びかけるとと,ともに、 行政会議が機能不全に陥っていると批判した。これに対し自由党と新民党が声明を発表して逃亡犯条例改正案への指示を改めて表明した。一方民主党は憲政派に対し助中ため疑惑をしないよう警告した。またメディアでは香港政府が中国政府の言いなりの状態であるため中国政府が下した命令に 行政長官と県政派がそれにいい楽々と従うことになるとする評論がある。6月9日の23時には政府のスポークスマンが声明を発表して一部交通渋滞があったがデモに参加した人数の多さにしては平和で秩序を保っているとしつつ改正案の第二読解は今月12日に立法会で行われると予定通りに行うことを発表した。 立法会での衝突に対し行政長官の林、定月が立政市市長の、定和化、保安局長のリノイエ長が6月10日の11時に、記者会見を行い、デモ隊を批判している、様子民人が6月10日の13時に、記者会見を行い、次の行動について説明している様子10日の午前3時、警察局長ロイサトシは、記者会見を行った。ロは デモ隊が暴力を働いたと批判。これを言論の自由を超えた行動としてとことん追求すると表明した。政務史市長の長健修も遺憾の意を表明して、法改正が立法会で理性的に議論されることを期待した。10日の11時、行政長官の林定月が立政史市長の定和化、保安局長の李野家長が記者会見を行い、 デモの参加者数の多さを認めたものの、法改正が社会正義を目的とするものであり、問題があるところを見て見ぬふりはできないと述べた。一方、民意に従って辞任するかの質問については、はっきりした回答を避けた。公民党と社会民主連戦は衝突の責任を負うべきのは早し、低月がであると主張した。民人と民主派の諸政党は、 同等日の13時に記者会見を行い、12日に立法会ビルの包囲を観光することを表明した。ソーシャルワーカー業界代表議員の町長,長優は、業界が12日にストライキを行うことを検討していると述べた。民人の記者会見に出席した民主派諸政党はいずれも政府の民意無視を批判、教育業界代表議員用立言は、 政府が独裁的であるとして、公民党党首、洋楽橋は政府が香港を統治できていないとして批判した。民主派の立法会議員24名が連名で声明を発表して、林が月賀にデモ参加者の要求を受け入れるよう求めた。10日、政府人員協会、香港公務員労働組合、国家行政学院の香港同窓会は連名で声明を発表。 デモ隊の一部が市民の安全に危害を及ぼすとして批判した一方、逃亡犯条例が香港市民に幸福をもたらすと褒めたたえた。中華人民共和国ラジオフランスアンテルナショナルの報道によると、デモの影響を受け中央政治局は逃亡犯条例、改正案に対する意見の相違が広がり、習近平はデモのビデオを見た後に香港の情勢が手のつけられない状況になる。 危険性があると発言した中華人民共和国外交部のスポークスマン構想は6月10日の記者会見で中国政府が引き続き逃亡犯条例の改正を支持することを明らかにした。デモの参加者数については警察発表の24万人を採用し法改正を支持するほう、君吉治虫大連盟のインターネット 署名運動に80万人以上が参加したことをもって世論が法改正を支持すると断定した。これに対し、前線鍵人員という団体は10秒ごとに署名者数を記録したところ、署名者数が時間に比例して、毎日6時から24時まで約1分に60人の速度で増えており、署名運動の数値は全くのデタらメであることが分かったと主張している。また、 インターネット上では中国人民解放軍が香港の警察内に紛れ込んでいるという噂が流れたが構想はこれをフェイクニュースであると断じた。台湾9日、中華民国総統、蔡英文は香港の情勢に注目していると述べ、一国二制度が台湾人にとって選択肢ですらないと表明した。行政委員長の祖貞だ行政委員副委員長の陳祖の進むも、 同様に、香港の情勢への注目を述べた。中国国民党の総統候補選挙に立候補していた、拡大名は、香港における一国二制度の実施が失敗したと、批判。高尾市長の韓国湯は最初はよく知らないと発言して、批判を受けたが、すぐに声明を発表して、中華民国の主権を守ることと、台湾における一国二制度の実施と台湾独立、運動への反対。 92教式への支持を表明した。元に北市長主立にも香港における民主制度への関心や一国二制度への反対を表明。台北市長の過分鉄は一国二制度が台湾の主流世論には受け入れられないと発言した。イギリスイギリスの首相テリーザ名は庶民院で香港の逃亡犯条例が1984年の 英中共同声明のうち権利と自由を保障する、条項に適合する必要があるとの見解を述べ、多数のイギリス国民が香港に滞在していることから、法改正が引き起こし得る影響について憂慮している、とも述べた。外務、英連邦大臣、ジェレミー・ハントは12日に、外務、英連邦省の公式ウェブサイトで声明を発表、香港政府に物議を醸す施策を一時的に停止して、 逃亡犯条例改正案への有料の声に耳を傾けるよう呼びかけた。また、英中共同声明に定められている一国二制度の検事が香港の未来への鍵となるとも述べた。アメリカ米国では6月13日にクリス・スミスとジム・マクガーバンが連名で香港人権・民主主義法案を提出、アメリカの法律における香港の待遇を 香港における民主的制度の動向や人権と結びつけた。また、大統領ドナルド・トランプは13日に、あれは大規模なデモだった。今日見てみたが、あれは本当に100万人だったと述べ、ホワイトハウスのアドバイザーはトランプが第14回20カ国、地域首脳会合で中国最高指導者の習近平に逃亡犯、条例問題について言及する可能性があるとした。 カナダ・カナダ外務大臣・クリスティア、フリーランドは12日に声明を発表して、カナダが香港の逃亡犯条例改正に注目しており、香港の一連のデモが香港人の有料を示していると述べた。また、香港の国際間の名声や香港に滞在している、カナダ国民20万人も影響を受ける可能性があるため、香港政府に対し香港市民や諸外国の声に耳を傾け、 条例改正を一時停止するよう求めた。6月9日、ニューヨークのタイムズスクエアで行われたデモ6月9日、ホワイトハウスの北側で行われたデモ6月9日、台北市で香港からの留学生が行った逃亡犯条例改正案に反対するための署名運動香港に合わせて6月9日に海外の都市で逃亡犯条例改正案の 反対デモを主催する団体が続出6月3日までに6カ国16都市の団体がデモ主催を発表した。うちオーストラリアのパウスでのデモは9日ではなく8日に行われた。その後16日までに14カ国35都市でデモが行われた。2019年6月9日から16日まで逃亡犯条例改正案に反対するデモ行進や デモ集会が開催された年は、下記の通り。6月9日のデモ以降、逃亡犯条例改正案反対運動は2019年から2020年香港、民主化デモに発展したが、香港では次の大規模デモである2019年6月12日香港逃亡犯、条例改正案反対デモまでの展開のみを述べる。 6月9日のデモに合わせて、香港各地の店が、逃亡犯条例改正案への抗議及びデモへの参加を目的として1日間のストライキを宣言した。6月9日のデモの後に政府が、第二読会の予定を変更しないことを発表すると、100毛アブタイなど400以上の会社が抗議として12日に、ゼネストを行うことを宣言した。また、新世界第一バスの労働組合は、 順法闘争を決定した。一方、自由党党首小国武氏は、ゼネストは、ただの意見表明に過ぎず、政府に何ら損害を与えないばかりか自身が、損するとして批判した。憲政派でも逃亡犯条例改正案への指示を示すために6月12日の17時よりゼネストを行うという噂があった。これに対し、交通渋滞を予想した四大会計事務所、 スタンダードチャータード銀行、ツネオ銀行、香港上海銀行は6月12日限定でフレックスタイムを許可した。また高くん集団のホテルイートン HK は従業員のタマールパーク集会参加への不反対を表明した。6月12日の午前8時、今週の天馬公園でデモ集会に参加していた市民が突如夏と龍道と、リ和ウ・を占拠して香港立法会による 改正案の第二読解を阻止しようとした。この時、デモ隊が歩道のレンガ舗装を掘り起こして武器として使用したほか、警察側が催涙弾、約150枚、ビーンバック弾20発、ゴム弾数発を使用した結果、80人以上が負傷し、うちデモ隊数人が頭部を撃たれ、重傷となった。ありがとうございます。